は鬼まんじゅうを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、鬼まんじゅうを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもご紹介したことがあるレシピなんですが、今回は薄力粉ではなくて米粉を使って作っていきたいと思います。そして材料はたったの3つで作ることができます。さらにですね、蒸すときは蒸し器いらずでフライパンで蒸せる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、米粉、お砂糖、今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、今の状態で約 300g です。こちらは目安にしてみてください。そして今回ですね、以前私のチャンネルでも鬼まんじゅうはご紹介しているんですが、今回は米粉を使用して作っていきます。こちらの米粉は同量の薄力粉で代用していただいても OK です。そして甘さはお砂糖でつけていきます。こちらの糖類もお好みのものを使っていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにさつまいもを1センチ角の大きさに切ってください。切りやすい方法で切っていただいて OK です。たださつまいもは硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。では切っていきます。最初はこんな感じでね、輪切りにしていきます。縦に切ってから切っていただいても OK です。そしたら続いてこちらを1センチ幅で切っていきます。切ったらくるっと回転させて、また1センチ幅で切っていきます。このように切ってください。そして切り終わったらボウルにお水を張って、この中にさつまいもを入れましょう。このように水に浸しておいてください。それではね、残りも同じように切っていきます。はい、さつまいもはこのように切ってください。そうしましたらこちらは5分ほど水にさらします。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ってください。このようにしっかりね、ザルで水を切って、そしてボウルに戻し入れます。そして戻し入れたら一度ね、ペーパーで水分を拭き取ってください。はい、OK です。そしたらここにお砂糖を加えます。そしてこちらをね、お砂糖が全体になじむまでよく混ぜてください。今回はね、普通の上白糖を使ってますが、きび砂糖とかをね使っていただくのもおすすめです。このようにね、お砂糖の白っぽさがなくなれば OK です。そしたらこのまま20分ほど置いて、さつまいもの水分でお砂糖を溶かしていきます。これでしっかりね、さつまいもに砂糖をなじませていきます。置いてる最中はね、ホコリが入らないようにラップなどをしておいてください。はい、20分経ちました。ラップを外します。これでね、お砂糖がしっかり溶けてれば OK です。そしたらここに米粉を入れましょう。振るわずに入れちゃって OK です。そしてこちらをよく混ぜてください。最初はパサパサしてるんですが、だんだんね、馴染んできます。はい、OK です。今このような状態です。もしかしたらね、米粉の種類とか、あとはさつまいもから出た水分量によって仕上がりの感じが変わる場合があります。なのでもし緩くなってしまった時は少し米粉を足してください。逆にね、ちょっと水分が足りないなと思ったら、ほんの少しずつお水を加えて調整してください。目安としてはまとまってボテッと落ちる感じ、こんな感じですね。はい、このぐらいのポッテリ感を目安にしてみてください。そうしましたらクッキングシートをこのようにだいたい 10cm×10cm ぐらいの大きさに切ってください。そしてここにこのさつまいもをね、乗せていきます。乗せるときはこういったね、スプーンを使っていただくといいかなと思います。この上に乗せていきます。そして鬼まんじゅうの形にしていきます。まあ、大きさとかはね、お好みで変えていただいて大丈夫です。ちょっとこのね、さつまいもの紫色が出てくると色が映えてね、とても美味しそうな仕上がりになります。はい、このようにクッキングシートの上に乗せてみてください。それでは残りも同じようにね、クッキングシートに乗せていきます。は
はい、全部ねクッキングシートに載せました。今回は直径だいたい6センチぐらいの大きさで10個分になってます。こちらは目安にしてみてください。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。はい、それではフライパンを用意してください。今回は直径20センチのフライパンと、あとはこちら100円ショップに売っている蒸し器を使って作っていきます。もしこういった蒸し器のご用意がない場合は耐熱性のお皿を2枚使って作ることもできます。まず下にですねお皿を逆さまにしておきます。そしてこの上にお皿を置きます。そしてあとはここに鬼まんじゅうを乗せて蒸すことができます。こうやっていただいてもね、こちらの蒸し器と同じように作ることができます。もしねこういった蒸し器のご用意がない場合はお皿でやってみてください。その場合は必ずね耐熱性のお皿を使用してください。そうしましたら一度こちらのお水を沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。この時蒸気の湯気が上に上がってくるので火傷しないように注意してください。そしたらこの蒸し器を置きます。そしてここに鬼まんじゅうを置いていきます。そして置いたら火にかけて、そして蓋をします。火加減は弱めの中火です。そしてこのまま15分から20分蒸してください。途中でね下のお湯が必ずなくなると思いますので、なくなる前にお水で大丈夫なのでそちらを追加して、そしてそのまま蒸し続けてください。体気にしないようにだけ注意していただけたらと思います。それではこのまま蒸していきます。火加減はこのぐらいの弱めの中火です。今20分蒸しました。蓋を開けます。とても美味しそうな仕上がりになってます。もし火の通りなどが心配な場合は一度竹串などを刺してチェックしてみてください。このようにホクホクでとても美味しそうに仕上がってます。それでは残りも同じように蒸していきたいと思います。はい、これで鬼まんじゅうの完成です。こんな感じに仕上がりました。お芋がたっぷりでとても美味しそうな仕上がりになってます。それでは半分に割ります。このようにとても生地はもっちりとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お芋がホクホクで、そして生地がねすっごくもちもちです。美味しい。このもっちり食感がやみつきになりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鬼まんじゅうのポイントです。まず今回はですね米粉を使って作りました。こちらはですね米粉のメーカーさんによってちょっと仕上がりが変わってくる場合がありますので、生地の硬さなどは調整して作ってみてください。まずさつまいもに関しましては、こちらは1センチ角ぐらいに切って、そして水に5分ほどさらしてください。そしてその後お砂糖を全体にまぶして、そしてそのままお砂糖がしっかり溶けるぐらいですね、だいたい20分ぐらいを目安に置いてください。そしてお砂糖がしっかり溶けてシロップ状になったら、そこに米粉を加えてよく混ぜてください。米粉に関しましては先ほどもお伝えしましたが、メーカーさんによってねちょっと仕上がり方とかね水分のね吸収率が変わる場合がありますので、ヘラで持ち上げて塊がボテッと落ちるぐらいですね、そのぐらいの硬さを目安に仕上げてみてください。そして蒸す時のポイントです。今回は100円ショップに売っているフライパンを蒸し器にできる容器を使いました。こういったものがない場合は耐熱のお皿を底同士くっつけて、そして上のお皿の上に鬼まんじゅうを置いて蒸してください。蒸し時間に関しましてはだいたい15分から20分ぐらいを目安に蒸していただくといいかなと思います。途中でお湯がなくなってくると思いますので、体気にならないようにお水を追加しながら蒸してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鬼まんじゅうを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。